国鉄トラ4万5千経過車は、日本国有鉄道が1960年から製作した貨車である。第二次世界大戦前に製作された雑多なに、軸無会社の廃車補充のため、1960年から1963年にかけて8184両が、日立製作所、若松社用、三菱重工業、飯野重工業、舞鶴重工業で製作された。 荷重は17トンであるが、容積の大きい笠だか貨物の積載時には15トンを上限とする。この運用型を識別するため、車体に表示する記号番号は特殊表記符号、公前置し、ことらと表記する。つま面はプレス後板、床板は6ミリメートル厚の後半を用いる反抗性車体で、側面の煽りとのみ木製である。外部塗色は黒色である。 喧嘩装置は二段リンク式で最高速度は時速7 5トルである。ブレーキ装置は国鉄貨車で汎用的に使用される k 三導弁を用いた自動空気ブレーキと足踏み手こ式の流ュブレーキを片側の側面に備える。寿命延長を目的にこれまでの無害者と異なり床板とつま板が構成になっている反構成者だが 構成床は床への釘打ち固定ができないことから、天道防止が難しく、プレス形成による構成つま板もそれ自体は、聞いたより丈夫だが一旦歪んでしまうと修復が困難であったため、後年床板を木製、つま板は平ら後半に改造されている。前述のような問題点もあったが、バラ積みなど、天道防止の必要のない積みにでは特に支障は、ないので虎5万5千型や、 トラ7万型とともに二軸組会社の主力形式として使用され、後年つまいたというの改造で問題点も解消した。1984年2月国鉄ダイヤ改正以後も使用停止されることなく残存し、一部は JR に承継され継続使用された。国鉄分割民営化後は、シャーツ貨物列車の減少が進行して営業上の用途を喪失し、 特殊品目の輸送用として、少数が残存している。トラ43,500系17トン席、後半輸送用車で、1968年に、旗製工場にて11両が改造された。側面の煽り度を撤去し、側面一体型で4分割のスライド屋根、また車体に、荷物の固定枠が追加されている。1983年までに、全車廃車となった。床。 つま整備改造前日の天動防止と補修の問題を解決して本形式を継続使用するため床板とつま板を更新する改造が1978年から国鉄各工場日常の補修や積み荷の天動防止を容易にするため構成の床板を木製床へプレス後半のつま板を後半でも 東京入りの平板へ更新するもので、試行者は原番号をプラス10万の基準で不満された、トロッコ列車対応改造トロッコ列車、清流四万と号、ヨド線で運行する、トロッコ清流四万と号のトロッコ車両に用いるため、旅客用として転用された車両で、1984年に1両が改造された、形式及び車両番号の変更はない。 屋根を追設した他室内に座席を設置し、つまには、機動車の廃車部品を流用した、貫通路を設けた。外部塗色は、機関色である。国鉄時代は、キハ52系、キハ55系、キハ58型などと並結して運用され、JR 四国が承継した。現在は、キハ54型などを伴って、運用されている。年月に、JR 九州などで、 車両デザインを手掛けるインダストリアルデザイナーの水戸岡、英イのデザインによりリニューアルされ、四万トロッコの愛称をつけて運転されている。臨時高積載したトラ4万0千系1987年4月1日の国鉄分割民営化の際には、西日本旅客鉄道に5両、四国旅客鉄道に1両、日本貨物鉄道に39両の計45両が承継された。 2010年4月時点では、JR 四国が1両、JR 貨物が27両の計28両が在籍する。JR 四国以外の残存車は、配給物資輸送用、特殊輸送用として使用されるもので、JR 貨物広島車両所では、事業用車両として、車体を緑色に塗装した車両が存在した。同所で使用されるアム8万型と異なり、サプライラインの表記はない。 貨物列車機関車と貨車の分類と歴史がわかる本、高橋正史、松本正史著、株式会社、周和システム、2011年、ISBN 978から4から798028149、79 P30.31、蘇る貨物列車、吉岡新、蘇る貨物列車、吉岡新平、株式会社学研パブリッシング、2012年、 ISBN 九百七十八から四から零五から四十万五千三百二十二から九 p 九十五点一四九貨物列車機関車とか車の分類と歴史がわかる本、高橋正史、松本正史著、株式会社、周和システム2011、二千十一年、ISBN 九百七十八から四から七九八ゼロ二八一四九 p 三十一イベント列車 JR 四国。 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P209、電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107、ありがとうございます。